はい、コントロール、パート15、続きやっていきたいと思います。内部の敵、なんだけど、コントロールポイントに着いたということで、今回は、閉ざされた玄関ホールのセーフルームを調べて、なんか、行けないとこあったんでね、そこに、ファーストトラベルで行きたいと思います。で、前回パートで、空中浮遊を覚えたからね。で、次帰ってくるときは、パノプティコン上部に、帰ってくるように、ちゃんと忘れないようにね、しないと。じゃあ、ファーストトラベルで、前回、飛び越えれなかった、行けなかった、進めなかった場所に、ファーストトラベルして、進んでいきましょう。ここね。ここなんだよ。よし、こう。いやー。これで、これ、だぞ。よし、これだ。これ絶対なんかいるよね。もう BGM がやばくないこれ。The fuck is that? なんですの？アンカーを倒す。これって絶対飛んでけってことだよね。It's making more shots? どう？減らないんだけど。やばくね？やばい、これ落ちた。これ落ちた。いやー、まだこの空中浮遊慣れてないからね。よし、頑張っていこう。次こそは死なないように。空中浮遊も、下の位置から飛ばないようにしないとね。で、これ絶対これポイントでしょ、こいつが。この中に入れるんじゃねえの？ヘビーガン。ちょっと待て。ヘリが半端がなくない？ちょっと移動するわ。いやー、これさ、それか、なんか投げれば、いいのか？こっち向いたときにさ。どう？これ、減ってる？ HP。やばいやばい。正面には行かないようにしなきゃね。ダメだ、減らないしな。やっべ、これ時間の問題だぞ。一応なんか投げてみるか。回復。はい、やっていきましょう。アンカーさん、もう結構慣れたけど、雑魚とかのポイントがちょっとね、戦いにくいんだよな。ちょっとずれたね。はい、うん、余裕もっと戦えればいいんだけど、ちょっと MP も回復しながらいきますか。よし、いった。
この位置をさ、回復落とすからいいんだけど。あ、向こうに湧いてんね。次そっち。おいで。勘弁してくれ。今度これどんどん速くなってくるからね。勘弁してください。もう気づいたら向こう行ってるもんな。次向こうでしょ。早えぞ。ザクもどんどん湧いてくるから、その処理をなんとかしないとな。ボケとしてると突っ込んでくるのもいるしな。逆サイ？よし。湧いてこなければ。もう終わりそうなんだけどな。ちょっと回復して、回復して、おいで。次はそっちが開く。オッケー。ふう、終わったけどもさ、向こうに移動していきましょうか。まあこれもいい勉強になったというか、その空中浮遊の練習になったって感じ。これこのクエストミッションがなければ空中浮遊覚えないままにじゃないのかな。OK。どういう能力か知らないけど。よし、じゃあ戻っていきましょう。で、空中浮遊中これやってもいけるからね。上のゲージがあるまではね。よし、じゃあちょっとスキル覚えようか。能力3入手したからね。3といっても、やっぱこれだよな。とは言いながらもう、次から、エネルギー系も結構欲しいなって感じはあるんだよね。あと、洗脳はいらないにしても、ああ、ここもいいな。位置振っとくだけで違うもんな。はい、なんか武器強化も増えてる。来てる？ダメか。あと、この辺ね。電車ブースト。これも分解しとかないとな。ヘッドショット。すごくない？ヘッドショットダメージ。全部に使えるな。爆破も強いんだけど、通常のさ、通常も結構強いんだよね。よし！じゃあこれで、まだ全然時間余裕あるから、行きましょう。弟のクエストちょっと進めましょう。いやー、
アンカー結構難しかったなぁ。なんかこの、ひらめいたっていうか、動きがわかれば、ある程度はいいんだけど、あ、思い出した。弟の門番の前に、ここ、待たせてるんでしたね。冷蔵任務。これやっていきましょう。早く代わりが来てほしいんだけど、とか言ってたからね。ダメ？特にスイッチも何もないしな。はい、そんな感じで冷蔵、必須モードいる、来てるけどさ。ディランが発見された、よく見たらディランが発見された後って言ってるから、ミッションは先に、弟の門番をやらないといけないって感じか。5階の最高セキュリティレベル特防でディランを探せ。これをやっていきましょう、先にね。上の階層まで上がっていかなきゃいけないって感じでしょ？めっちゃ迷子になってる感じだけどさ。問題はここだよ。ここ。よし。これで、今まで以上の高さにいってる。5階、あそこだよね。いや、ようやく登ってこれたわ。スワンスワン、ちょっと先にこっち行き止まりっぽい、こっち行こう。おっと、なんかチェストあるぞ。オッケー、よし、行きましょう。あの下にチェストあるのは初めてじゃないかな。やばくねえか。ああ、この先だ。よし、行きましょう。怖いです。エミリーじゃん。めっちゃ湧いてるわ。ここ開くわ。Are you there, Jesse? Emily? He's gone. Dylan isn't here. He might be nearby. そのことなんだけどって。Or maybe the hiss got to him. I don't know. Jesse, listen. Dylan's here. With us. He just walked in. He says he is giving himself up. He's been affected by the hiss, but he is different than the others. We must Jesse. I'm on my way.弟の門番、敵の顔、新しいミッション来たけど、お、これで冷蔵がいけるね。ちょっとここちょっと覗いてみる。敵いそうなんだけど、だってこれコントロールポイントまだやってないってことだもんね。お、ちょっと待って、なんか今あったの。これ聞いとかないかんね。I adored my sister. When I was little, I mean, back in ordinary. And you don't anymore? When I first got here, sure. I'd always hoped you'd come too. Find me, to take me home. We went everywhere together. Why should this be any different? Casper said she could come too, to the Bureau, if she wanted to. But she never did. Why do you think that is?
Because she didn't care about me. She always wanted to be out on her own, seeing the world. She always said so. I guess she got what she wanted. Wait, so she wanted to see the world. Did she ever mention any place in particular? Why? We like to ask questions around here, you know that. Any particular cities, towns, landmarks, anything like that? I don't remember. What about family friends? Were you close with anyone living outside of ordinary? I'm done with this. Tell Casper I want pizza for lunch today. Dylan, wait. We're not... End of session. まあ大変だったんだな。まあ、パッと見、コントロールポイント制圧できるような丸がないから、ちょっとあの、冷蔵庫の前にいる男の子、男性のとこまで戻りますか。はい、ようやく到着しました。結構、階層が同じでよくわかんなかったんだよな。Hey, what can I do? You're back! Oh, thank you, thank you! If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here!The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. Hi. Hey, calm down. Just focus. あの、戻ってきたら。What's your name? Oh, right. Philip. My name is Philip, and...I think I can hold on for a bit. It's just my eyes. My eyes hurt so much. Just hang on, Philip. めっちゃこっちに開きそうだもんね。ラングストンさんのとこ行ってきます。もうファストトラベルすぐだからね。パノプティコン。これいいのかな？で、ここ。早く早く早く。There's someone named Philip up in a cell. He's watching a refrigerator and very rapidly losing it. Philip? Ah. Oh, shit, I forgot about fridge duty. More. He's been in there for over a day. I totally forgot. You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door.Yeah, I can unlock it on my terminal. Shigure. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am.He doesn't know us very well. I'll see you later, Langston. こっちも早く戻らないといけないんだよ。よし、こう。戻るぞ。ここ？ここ？違う、こっちか。お待たせしました。Jesse? I'm coming. I'm coming in. Thank you. Oh, thank you, Jesse. The fridge is doing something. Philip? Philip? If I look away, it hurts me. Wow, gosh. 失敗にはならないよね。大丈夫ですか。Hello? Jesse? Jesse? ちょっと待って、先。Philip? 待て。If I look away, it hurts me. フィリップどこに消えた？何なんですかね、これは。ここは何なんですかね。This sounds like the board, but I
can't understand it. オブジェクトを言ったらからボス戦だろこれって。ボスだ、ボーマ。結構ちょろい。回復回復。出れないぞ。ちょっと回復だけしよっか。What?大丈夫？Did fighting that thing off change something? フィリップが死んじゃったけどさ。戻って。報告だわ。うまくいったけど。Philip's gone. Something happened before I could get him out. Poor Philip. He never did like fridge duty. But if you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. You don't just take care of altered items. What did you do? I touched it and wound up in the astral plane. This...thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. This may happen again. Do you think that thing is what got Philip?Must have been. The Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral. The hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll see if there are any others missing while you're gone. My life just got a whole lot easier. いっぱいなんか終わったけど、ミッションが増えたってことなのかな。そうだよね、いっぱいあるな。まあだけど次回パートは敵の顔をやっていこうと思うけど、その前に能力チェックしましょう。6も入手したからね。これで一回ちょっとエネルギーアンロックして、あと1、あと1。浮遊増やしとくか。OK。キャラクター強化、スロット。マイルストーンこれでカンストってことなのかな？結構敵倒し、あ、強化できますな。貫通使わないから通常、うん。で、これでさ、もっとつけるだけで全然いいからね。ここに1個つくわけでしょ。かなり大きいよ。かなり強くない ?OK! じゃあ今回はこんなとこで終わりたいと思います。次回パートはね、一番最初の部屋ですね。あそこに行ってエミリーと話しましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。